私ね、ずっと夢だったの。こんな風に誰かとお弁当を持って遊びに行くの。遊園地でバイトしながら楽しそうに遊んでる人たち見てるとすっごく羨ましくってさ。いやー、ずいぶんスケールの小さい夢だよね。
ゃない。もちろんいいよ。お前のお誘いならいつだってオッケーさ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。見た？頑張ったんだね。もう尊敬しちゃうな。私も勉強頑張らなきゃ。私の姿なの。私、フリクターを取り戻さなくちゃいけないんだ。私ね、小さい時からずっと一人だったの。パパとママ、お仕事が忙しくってさ、なかなか家に帰ってこられなくて。でも、私が5つの時にね、パパがクリスマスの日にフリクターをもらってきてくれたの。フリクターはね、白くてとっても大きくて、毛がふかふかしてて、抱きつくとすっごく気持ちいいの。私、いつもフリクターと一緒だったの。お風呂の時も、ご飯の時も、寝る時も、いつもいつも。
かね、ある日フリクターが風邪ひいちゃってさ、元気なかったから私良くなってもらおうと思ってパパに買ってもらった昆虫セットの注射器でパパの栄養ドリンク注射して、そしたら急に今でもはっきり覚えてる。さっきまであったかかったのにどんどん冷たくなってて、まるで電池が切れたみたいで、私直そうと思って冷たくなったからであちこち探して回ったの。分解用のネジ穴なんかあるわけないよね。パパがね、フリクターは機械じゃないんだ、生き物なんだよって。それでね、今度こそ絶対に死なない体でフリクターを取り戻そうと思ってさ、でさ、ボディは完全なの作ったんだけど、それだけじゃフリクターじゃなかったんだ。そう、何かが欠けてたの。欠けた何かが埋まらなければフリクターは戻ってこない。その欠けた何かに気づいたのはつい最近のことなんだ。私のありったけの記憶とパパが記録してくれていたビデオ、そこからあらゆるデータを分析分類し、行動のモデル化を行ってフリクターを蘇らせるんだ。大丈夫だよ、そのための実験もちゃんとやったんだから。うん、行動学習からどこまでオリジナルの人格を再現できるか実験してたの。一度ね、簡単な例で試す必要があったんだ。実物がちゃんと存在して継続的に、そしていろいろな条件で豊富にサンプリングできるのが理想なの。うん、正確にはそれだけじゃないんだけどね。うちのクラス